体育8241-2652-1は、ケンタウルス座の方角、地球から約400光年離れた位置にある若い恒星である。この成系は、中間赤外線の観測から、星周円盤に囲まれていて、しかもその円盤が動く短期間で消失した可能性があるとされる。体育一二千六百五十二一は、太陽に似た恒星と言われるが、 スペクトル型は K2 で表面温度と高度は太陽を下回っている。年齢はだいたい1000万年ほどとされる若い構成であるので星形成の際に核を取り巻いていた原子惑星系円盤が散逸しきっておらず残骸円盤が青春領域に存在するのは珍しいことではない。その距離と年齢からして体育8241-2652-1は カブ・ケンタウルス・セザ・ミナミ・ジュジザ・アソシエーションまたは、ウミ・ヘビ・ザ・ T ・ w アソシエーションの一員ではないかと考えられる。ゴミの多い原子惑星系円盤の創造図。体育8241-26521の消えた、青春円盤も、これに似たものと考えられる。出典、NASA ・ JPL ・カルテック、青春円盤が存在する証拠となるのが、1983年の、 IRAS による観測で強い中間赤外線の放射が観測された。20年後、明かりによっても確認されたこの放射は、恒星の光球から放射される中間赤外線のおよそ30倍の強度があった。これほど大きい中間赤外線の赤外超過は、星殖領域に暖かいゴミ粒子が大量に存在するためであると考えられ、 タイク8241-2652-1は、青春円盤を持つとされた。地上の大望遠鏡による、空間分解能の高い観測から、赤外線源がたまたまタイク8241-2652-1の近くに見えたものでもなく、タイク8241-2652-1に、関係した構造とされる。IRAS より高性能のハーシェル宇宙、 望遠鏡でも、遠赤外線の放射は検出されていないので、低温のゴミ粒子はそう多くないと見られる上、水素のバルマー線が気線でないので、中心性への活発な質量膠着も起こっていない。ことから、体育8241-2652-1の静臭円盤は、ゴミが形成中の岩石天体の衝突によって、もたらされた進化の進んだ円盤と考えられる。 可視光及び近赤外線の観測結果をもとに推定される温度の構成の高級と静周円盤を合成した理論的なスペクトルを国体放射であると仮定して中間赤外線での観測結果に合うように計算すると円盤のゴミ粒子の温度は 450K、中心性からの距離はおよそ 0.24AU と求められた。また、 恒星の高度の11%に及ぶエネルギーが、静止物質に吸収され、赤外線として、再放射されていることも分かった。これだけ大幅な吸収を引き起こすことから、円盤は薄くて平坦なものではないと考えられ、惑星によって、ゴミ粒子が巻き上げられたり、円盤がねじ曲げられたりしている、可能性もある。IRAS による発見から2008年まで、中間赤外線では、 恒星の高級からの放射として予測される強度のおよそ30倍に及ぶ赤外超過が検出され、青州円盤の暖かいゴミがそれを放射していると考えられた。2008年5月にジェミニ南望遠鏡で観測された際も赤外超過の大きさは変わらなかった。しかし、2009年1月にジェミニ南望遠鏡で観測された時には、 それが13倍程度にまで減少し、翌2010年1月に広域赤外線探査衛星 WISE で観測された時には、構成の中間赤外線放射とほとんど差がない程度まで弱くなった。2012年5月に再度ゼミニ南望遠鏡で観測した際にも中間赤外線がほとんど超過していないという結果は変わらなかった。 結局、2009年から2010年にかけて、中間赤外宣言はほとんどなくなったものと考えられる。2010年以降の WISE とハーシェルの観測結果から、青春人の状態を推定すると、ゴミの温度は120から250系程度、中心性からの距離はおよそ 2AU、光性の光を吸収して、赤外線で再放射する強度は、 構成高度のおよそ0.1%と2008年までとは全く異なる結果となった。WISE の短い波長での観測結果や全天自動サーベイによる監視の結果からすると、この間に構成の明るさが変わったわけではなく、円盤が何かに延平されたとは考えられない。そのため円盤は実際に消失してしまった可能性が高いが、 円盤が消える仕組みについては、以下に述べるようにいくつか仮説が立てられているものの、十分な説明はなされていない。衝突なだれ衝突なだれ理論の基礎となる、ゴミ粒子なだれの模式図。これを繰り返して、ゴミ粒子は微細化する。岩石天体の衝突によって、新たにもたらされたゴミ粒子が、もともと存在したゴミ粒子を巻き込んだ連鎖的な衝突を誘発する。 衝突だれとでも呼ぶべき現象が起きたとする説。大規模な衝突でゴミ粒子は細かく砕かれ、中心性の放射圧によって吹き散らされた。この仕組みでは観測されたように2年以内にゴミのほとんどがなくなるのは難しいが、元のゴミ粒子の分布の仕方によっては実現の可能性がある。しかし、衝突だれの理論を提唱した天文学者らは、 通常の衝突だれでは30倍もの赤外超過をなくすことは難しく、また、可視光、近赤外で明るさがほとんど変わっていないことから、もっと大規模な衝突だれを起こしたとも考えにくいと、して、この説は棄却されると主張している。暴走的膠着円盤中に存在するガスの流体力学的な抵抗によって、ゴミ粒子が急速に中心性へ膠着する。 暴走的硬着とでも呼ぶべき現象が起きたとする説。この仕組みでもゴミがなくなる時間の短さは問題になる。また、この現象が起きるにはガスの量がゴミ以上にある必要があるが、体育8241-2652-1成形のような進化の進んだ円盤にそれほどのガスが存在するかは疑問である。X 線による光蒸発時間的な制約を 克服する仮説として、爆発的な X 線の放射によるゴミの気化も考えられている。しかし、中心性の高度が低いので、ゴミを気化させるのに必要と予想される X 線の増光量は、類似の構成では見られない大きなもので、しかも X 線はゴミ粒子を気化させるのには効率が悪いので、この説も可能性は低いと見られる。 X 線での観測については、ローゼットの全天、相点観測でまず検出され、Xmm ニュートンでも観測されており、赤外超過がなくなった後にはチャンドラによる観測が行われたが、X 線の爆発的な放射を示すような変化は見つかっていない。コロナ質量放出コロナ質量放出の例より、効率的にゴミ粒子を消滅させる仕組みとして、 コロナ質量放出が提唱されている。うまくすれば2年と言わず非単位で赤外超過を大きく変えることが可能になるが、太陽で観測されているコロナ質量放出は放出方向が限られており、都合よく円盤を消すことができるかどうかわからない。そして太陽以外の構成ではコロナ質量放出が直接観測されていない。ありがとうございます。